おつおつ、どうも、炭酸のお兄ちゃんです。本日は、V ジャンプ最新号、ドラゴンボールスーパーの最新話の感想をやっていきたいと思います。その89話、ライバル出現ということで、遅れて申し訳ありません。こちらね、本当に感想出すの遅いよと思うかもしれませんけど、ごめんなさい、いろいろ本当ね。最近忙しくてということで、またこのチャンネルではですね、アニメ、漫画、ライトノベル、ゲーム、映画、ドラマに関しての動画をアップしております。なんかね、好きなジャンルがありましたら再生リストにまとめてありますので、そちらでね見に行っていただいて、また遊びに来てくれると嬉しいです。またチャンネル登録とグッドボタン、ツイッターの方もやってますので、フォローしていただけるとそちらの方でね応援よろしくお願いいたします。ではドラゴンボールスーパー、やっぱポイントポイントにちょっと感想やっていきましょうかね。あのディスクの中身ですね、ヘドがこう持っていたディスクの中身は、あれはセールのデータが入っていたんですね。だからトランクスがね、未来トランクスじゃない、トランクスが見ても何残っちゃってて、何かの生物の設計図かっていうことでね、こうパソコンね、苦手なトランクスが、なんだろう、そのね、新しい設定なんですけど、トランクスがパソコン苦手ってイメージ全くないからね、むしろ得意だろみたいなね、そういう感じなんですけど、まあ、このね、スーパーのトランクスは、あまり勉強はできないというかね、そういう方面では、あまりブルマの才能を受け継いでいないみたいで、なんかこうディスクに入ってたヘドのこうウイルスで、パソコンがね、ブルマの、自分のパソコンだと開けないからつって、お母さんのね、ブルマのパソコンを勝手に使って、中身を開けたんですけど、まあウイルスにやられて、そこでブルマと、ブラが来るんですけど、何やってんの、人のパソコンでまた壊したのかみたいな。で、そこで困ってるんですけど、ここね、びっくりしたのが、ブラちゃんいるんですよ、ブラちゃん。まだね、2歳、3歳ぐらい ?2 歳ぐらいのブラちゃんがね、ウイルスにやられてるパソコンを、パパパパってこう、直しちゃうんですよ。直ったよって言って、えみたいな。ブラの方がよっぽど才能があるわね。見た目がめちゃめちゃ 100% と言っていいほど、ブルマにそっくりなんですけど、まさか頭の良さまで受け継いでるとは。これもね、なんでさ、意外かっていうと、ドラゴンボール GT の影響なんですよ。GT だと、トランクスがメカニックやってるんですね。宇宙船直したり、まあ、いろいろね、ギルと一緒にさ。で、逆にブラはもう、なんかめちゃめちゃ現代風の、まあ、いわゆるギャルっぽくなってるんですよ。なんか戦闘もしない、まあ、女の子で、戦闘をこう、やらなくて、まあ、要は本当にわがままな状態の、初期のブルマみたいになってるんですよ。本当もう見た目ももう 100% 似てるし、だからそのブラが、パソコン直せるとか、なんかそういうメカニックなイメージが全くないんですよ。だからこれを見るに、あ、そうだったんだ。ブラってそういう、ちゃんとブルマの才能を受け継いでるんだって。だ、要はこのスーパーだと、トランクスがベジータの、まあ、その戦闘センスを受け継いでいて、ブラがブルマの頭の良さを受け継いでる感じがして、ね、もしかしたらブラもね、すごい戦闘、まあ、絶対ね、そのサイヤ人の血も入ってるので、そういう戦闘力っていう意味でも、才能は多分バッチリだと思うけど、今現状のちっちゃいブラはこのメカニックの、ブルマの才能をめちゃめちゃ発揮している。ここね、すごいびっくりした。まあ、そして、舞ちゃんが、まあ、これもね、カラー表紙で分かってたんですけど、舞ちゃんがトランクスと一緒のハイスクールに通うんですね。まあ、そのカプセルコーポレーションで働きながらも学校にちょっと行かせないのはどうかなっていうね、そのブルマさんの判断で。で、まあ、めちゃめちゃね、黒髪ロングでめちゃめちゃ美人だから、まあ、当然ね、目立つわけですよね。しかもトランクスと一緒にこう来てるから。で、まあ、住み込みで働いてるんだ、みたいな。彼氏いないのみたいな感じでこう、ね、やっぱ聞かれるわけで、そこでこうトランクスが、お、やめろやめろ、みたいなね。舞ちゃん好きだから。うわぁ、大人っぽくて綺麗だなぁってね、こう言うんですけど、まあ、確かにね。まあ、なんせ中身は、40オーバーのね、めちゃめちゃ年上のね、方ですからね。はい。それが若返ってるわけですからね。まあ、当然、大人のね、妖艶な雰囲気を持ってるわけなんですね。まあ、そして、舞ちゃんに続いてね、ベータっていうね、金髪オールバックのイケメンもね、転校生が入ってくるということで、もう完全に怪しいですよね。同じ日に転校生が2人も来るわけでねえだろっていう感じでね。まあ、で、ちょっとね、まあ、正体はあれでしたね。ヘドが送り込んだ人造人間ですね。またこう死体を使ってこう作った人造人間ということで。まあ見た目は完全に人なんですけど、なんかここの、これ辺のなんか首筋だけなんか縫った跡があって、まあ要は今まで作ってたなんか継ぎはぎのフランケンシュタインみたいな感じのね、ああいうね、安っぽいのじゃなくて、もうちょっとね、バージョンアップしたベータっていうのをね、作ったわけですね。まあそのヘドは要はディスクを持っていった連中を今探してるということで、このベータってやつを送り込んで、まあ、スーパーパワーを持ったやつを探してるわけなんですね。そこで目をつけたのがトランクスですね。なんかバスケの試合してて、なんかすごい、あいつ速っみたいな。なんだ超スピードは、あいつ怪しいんじゃないのかみたいな。いや、でも金髪でしたよみたいな。
本当にお前らちゃんと見たのかみたいな、いや脳みそがちょっと腐っててみたいな感じで、ちょっとコミカルな感じでも、いち早くそのベータっていう転校生が、まあ、要は人造人間だっていうことにマイさんが気づくんですね。18号さんとは違うタイプの人造人間だって気づくんです。でいろいろこうトランクスの、ね、正体を暴くためにこうちょっかいをかけるんですけど、それをこういなしていなして、で最終的に、ゴテンがねもう片腕でさ車をこう上げてる瞬間を見られてしまって、あれこいつ怪しいぞってことでちょっかいを出すんですね、そのベータってやつが。ピアフに作ってもらったその変身ですね、まあ、正体がバレないために腕型時計のサイヤマン X1 にこう変身して戦う、まあ、助けるんですね、ゴテンを。そこで戦って戦って結構いい戦いするんですよ、ね、ノーマルのトランクスとはいえやっぱこうバージョンアップしてるだけとはいえ、ドラゴンボール初期でおなじみのバトルスーツとかもね出てきたりね、人造人間なのにそのバトルスーツに乗るのみたいな、バトルジャケット型人造人間ベータ2号だ。それでもやっぱ全然パワーはトランクスの方が全然上ということですね。で前がこうなんかバッグに入れていたディスクをねこう発見して、そのディスクを奪うんです。そのマイちゃんを助ける際に、まあ、未来トランクスのね面影を見たマイが、あトランクス様ってことで、またちょっと惚れるんですよね。同一人物なのにトランクスと同一人物なのになんか違う方に惚れてしまうってことで、まあ、ちょっとねかわいそうなトランクスね、この顔が面白いんだよね、このうーんってなってる顔で、まあベータもまあ撃退したということで、またヘドがねこの新しい人造人間を作るんだってことで、まあ、ディスクも守った感じですね。はい。セルの、ね、データが入ってるディスクも守ったということで。まあ、要は、新しいショーは、そのトランクスたちがそのディスクを守りつつ、まあ、ヘドが新しいね、人造人間を送り込んで、まあ、バトルするっていう感じですね。まあ、ちょっとね、トランクスとマイちゃんのラブコメもね、ちょいちょいね、やりつつということで、まあ、悪くないね。うん、悪くない。意外と、楽しめてますけど、やっぱり昔のドラゴンボール、好きの人にはちょっと微妙なんじゃないのかなって思いますね。こうまあ新しい感じで、まあ面白いとは思うんだけど、やっぱり、うん、ちょっと見たいものとはちょっとかけ離れてしまっているっていうのが、まあ、正直な感想なんですけどね。ぜひね皆さんのね、感想も、書いていただけたら嬉しいですし、またこういうドラゴンボールに関しての動画もね、まあ、ちょっとね他をまた整理してからアップいたしますので、毎月毎月ねこの最新話の感想だけじゃなくて、またまとめとかランキングとかね、そういうのもやっていきたいと思いますので、まあ、ちょっとねお待ちくださいという感じで、最新話の感想は以上となります。ということでおっつおっつ、また見に来てください。バイバイ。